エサイド。あ、すまん。アメモプラス。いやマジそうやばいよな。やばいっすほんまに。マジ俺もうクソ笑ったもんあれに関して。やばいっすなほんま。それはもう一回やりたいな。あらおどすおどすおどす、はい、今休憩中です。あーそうそう、ここで寝てろ。まあね、別に休憩中なのはええけども、休憩中でもね、その青みで高笑いしてんと、しっかり気にしないかい翔太。あれあれどこだとすめっちゃやるよね。お前先輩やるな。バカだれ。なる。すまんな、こんな先輩に。おう。騎士、依頼です。あいつ3年にもなって何が目的すかね、しょうがない。はい、おいぜ。はい、やれやれやれ。じゃあしっかり腰落としや。低くやぞ、低く。オッケー、それでいくぞ。あ、ありがとうございます。はい、いくぞ、サダ。オッケー、じゃあ翔太いくぞ。オッケー、次セカンド。今、簡単な打球で基礎守備練習します。あ、もう正面のゴロ。はい、あ、帰るわ。あ、お願いします。え、もうちょっと調子やめていこう。ちょっと大丈夫です。お願いします。休憩しとけ。はい、いやー、これですね。はい、スタート。あ、すまん。すまん、すまん、すまん。オッケーオッケー。はい、ショート行くぞ、ショート。はい、どうぞ行くぞ。集中力がない。はい、お前自分でノックやってやっとけ。お疲れ様です。はいはいはい。どうや、さくら、チームの状態は。そうですね、最近は調子上がってきてますね。なんとか連敗を阻止したいところですね。な、はい、間違いないそこやな。はい、まあでもあずめ、あじせ、手は打ってやる。監督さすがっすね。まあでもそれよりな、まずな、はい、過去の連敗の原因を突き止めるところから、はい、
とにかくね、この前の前々の試合の、はい、連敗阻止させない大学との練習試合、はい、あれが一番まあ惜しかった。そうですね。あの試合のまあ範囲、はい、どこかっていうのをちょっと分析しよう。お前どこやもん。そうですね、6回のスクイズですかね。ああ、あの場面。はい。お前そこを読む。はい。ああ、そうか、確かにね。あそこのスクイズやっぱ成功させとかなかったね。はい。いや、でもやっぱりツーアウトだったんで、やっぱりスクイズは意味なかったですね。まあそういうね、確かにあるね。はい。あそこはそうか、打って相手にこう打撃をアピールすべきやったか。そうですね、ツーアウトだったんで、うん、あのね、バッターマンの時バント苦手なやつやったしな。はい、ツーアウトだったんで、あのランナーの前でもね、あの足遅いし、ツーアウトだったんで。あ、あと監督、ええ、最近監督が特別打撃指導で、はいはいはい、教えてる泉と村瀬と新田、うん、ああ3人なんですけど、うん、どうやようになってる打率はどう。打率なんですけど、うん、あの3人先生つきっきりで最近教えてるから、はい、うん、泉が3割1分からあってね、2割7分、うん、あ落ちとんのか、はい、村瀬が村瀬、はい、3割3分2厘から3割3分2厘、はい、はい、2割2分、もう新田が、うん、3割8分1厘から、うん、よかったよ、みたいな1割4厘ですね。どうだろう、はい、どうだろうな。あと監督結構前なんですけど、はい、監督がポジション変更で、あ、新田、新田をショートにしたじゃないですか。ショートにしたな、新田。どうや、色を言っとるか。あれなんかしっくりこないらしいですね。うん、そうか、うまいこといかんか、はい、いいと思ってんけどな、あいつショート、はい、いいと思うんやけどな、なんでやろ。やっぱり左利きなのが一番の要因ですかね。あ、そうか、左利きな、ちょっとね。おや？おや？おや？はい、さ、先生がさ、あの教えちょるさ、はい、3人、はい、おりやん、はいはいはい、特別打撃しとる、はい、あいつらの打率だけちょっともう一回聞いていい。あ、わかりました、うんうん、泉が泉、はい、3割1分から2割7分、はい、落ちたと、はい、で、村瀬が村瀬どうや、3割3分2厘から2割2分、うん、2割2分になったと、はい、はい、まあちょっと落ちとるな、はい、うん、で、新田が、3割8分1厘あって、新田がどうなったんだっけ、はい、1割4厘です。ああ、言わしえないけど。監督、今何件ありました？え、何も言ってない。あ、言わしちゃう、嘘だろー。先生の指示でさ、はい、6回にスクイズのサイン出して、はい、あれって何アウトやったっけ。ツーアウトですね。なる、先生の指示でさ、ショートにポジション変更した。左利きですね。なる。あ、あいつらまた守備下手くそになってる。なる。さっきまで良かったのにな。なる。あ、監督。はい。さっき言ってた次の一手とは。やば。まあまあまあ、あれは一回置いといて、はじめ、お前はなんか次の一手考えてないか。僕も一応次の一手を考えてきました。うん、聞かせてくれ。まず、失点が多いので守備練習をしっかりしてロースコアに持ち込む、うん、それで先発投手を長いイニング投げさせない。また、ハムストリングスを中心としたプライオメトリクスを増やすのはどうでしょうか。もちろん、アライメントを意識しながらですけど。なるなあ、それ。なる。確かにそれね。そして監督、うん、さっき言ってたすごい次の一手とは。なるなるなる。実はまだ教えてる。はい、うん、満を持して、はい、うん、まだ今度教えてるから、お願いします、うん、そんなことより始め、はい、
それなりにな、はい、今のチームのこの連敗の一番の原因、はい、これなんか分かっちょるっていうか気づいちょるなんかなやと思う。それが分かれば苦労はしないんですけどね。ポコジュン、なんでしょうね。ポコジュン難しいね。まあまあしっかり考えていこう。あ、でもノック行ってこい。はい、失礼します。長谷部アホでよかった。なんとかして連敗の原因がわしっていうのは隠し通さなあかんな。あれニッタ、最近調子崩してるやんけ。打率もせっかく良かったのに、はい、なんか溜めて解放とか無理やり意識変えられて左利きやのにショートなんか立てられたりしてかわいそうに。こんなん聞いたことないよ、左利きのショートなんて。クソ、よりによってあのクソに。まあまあ、ニッタ、でもそんな気にすんなって。我慢のするときよ、我慢するとき。監督には監督の考えがあるんだから。そんなまさかないとかありえないよね。それぞれがやっていくな、そういう練習をまだまだやっていきましょう。はい、何かある人いますか。監督なるね、いいですか。打撃トレーニングの時にハムストリングって意識した方がいいですか。なるせやね、ハムえした方がいい。まさか知らないんですか。いや知ってるよ。日本一を目指すチームの指導者が知ってるよ。ハムストリングな、ハム意識した方がいいです皆さん。あ、すいません、僕ちんちょっとど忘れしちゃって。ハムストリングってどこの筋肉でした。こいつめまあ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 、まあ、監督もど忘れすることはあるよね。みんなみんなあんまりそこは気にしないように。さあ練習行こう。練習違っちょらんな。現にわしのせいや。おい、一年まず、はい、ちょっと翔太呼んできてくれ。わかりました。はい、なんすか。翔太、お前もう気づいちょんねやろ。このチームが連敗している原因。翔太、お前に一個頼みがある。はい。こんな目で言うのか、情けない。全然かでも仕方ないや。翔太、はい、頼む。出ろ。嘘だろ。
出る邪魔嘘だろー、はっきり言って邪魔外役、うん、邪魔外役嘘だろー、目のないチーム、うん、あとチームメイトの交流を禁ずる、はい掃除しとけ、はい出ろ嘘だろー、はよいけ嘘だろー、はよいけ嘘だろー、監督、おや似た、なんや、ショートのことで相談があるんですけど、中継プレーがうまくいかず悩んでるんです。俺はなんて最低な指導者なんや。監督、どうしました？僕、ショート最初は難しかったですけど、だんだん慣れてきました。すまんかった、ポジションはちょっと先生の読み間違えたかもしれんわ。お前の得意なポジションに戻ってええぞ、行ってこい。わかりました。学園長、失礼します。今大丈夫でしょうか？いや大丈夫だよ。あ、すいません、お忙しいところ。あの、この間学園長からお話いただいていた外部コーチの件なんですが、まあ私お断りさせていただいたんですけども、やっぱり外部コーチお願いさせていただいてもよろしいでしょうか？気が変わったんだね。そうだね、やっぱり連敗は止めないと。わかりました。手配しておくね。お願いします。はい、はい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 。タラ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 